バトルニスは約3700万年前から約2000万年前にかけて北アメリカに生息した現在のノガンモドキカに近縁な絶滅した鳥類の系統。同じく絶滅した近縁なフォルスラコスカ鳥類と同様にバトルニスは飛翔能力を失った捕食動物であり、哺乳類が支配的であったとかつては考えられていた環境で、 植者の生態的地位を占めていた。バトルニスは広く放散して長期にわたって生息した族であり、数多くの種が古代三期主神魚、ブリアボニアンから新代三期中神魚、バーディガリアンにかけて生息していた。大部分の骨格要素ははるかに不完全であるが、それでもバトルニスは様々な骨格要素から知られており、発見されている骨には、甲子、前肢、 骨盤、頭骨がある。特に、バトルニスグロレイターは、ほぼ完全な骨格から知られていて、針状のくちばしは、頭骨のかなりの部分を占めている。バトルニスの第二子は発見されていないが、第一子は、大半のノガンモドキメの鳥類と同様に大幅に、縮小し、フォルスラコスカ鳥類と同様に頬骨は頑強で、右甲骨のプリセサスアクリコリコイデアスは小さい。 おそらくこの二つの特徴は似た生態を持ったための収束進化である。全体的にバトルニスはフォルスラコスカ鳥類と同様に足が長く、翼が短く、頭部が大型の鳥類だった。バトルニスの数多くの種は体サイズも多様であり、体格も原生のノガンモドキカ鳥類並みから背丈2メートルまで幅があった。バトルニスは原生のノガンモドキカやフォルスラコスカ、 ストリゴギプスイディオルニスカのような絶滅した系統と、禁煙なノガンモドキ目バトルニスカのタイプ属である。この関係は、バトルニスの元気祭時点で認識されていた。ノガンモドキ目は、ハヤブサカやオウムメ及びスズメメを含む分類群、アウストラロベスクレードに分類される。ノガンモドキ目の主観関係は、不安定で理解も進んでおらず、バトルニスカは時にノガンモドキカやフォルスラコスカ及び、 イディオルニスカの姉妹軍に挙げられ、多系統軍とされることさえある。大抵、バトルニスは、パラクラックスの姉妹軍と考えられており、ネオカタルテスや他の複数の分類軍を、バトルニス族の中に位置づける、論文著者もいる。バトルニスとそのシノニムを、パラクラックスよりもフォルスラコスカに禁煙であるとする、系統解析も最低で一つ、以上存在するが、この結果は元にした。 共有派生形質が少なすぎて判断するには、時期尚早であると考えられている。2016年時点で最新の系統研究では、バトルニスはのガンモドき目のうちのガンモドキカと、フォルスラコスカを含む、系統群の外側で、バトルニスカをたった一族で代表するとされた。パラクラックスは、バトルニスカに分類されず、ノガンモドキ目内での位置づけは確立されていない。 バトルニスのタイプ種は B、バージェス。タイプ標本は中足骨のエミーブである DMNH-805 である。タイプ標本はアメリカ合衆国コロラド州ウェルド軍の前進党の堆積物からフィリップ・レイヘンターが発見したもので、同層からはコンドル化のファスマギプスも算出している。アレクサンダー・ウェットモアにより初めて記載されたバトルニスは 原生のノガンモドキカに近縁なサディクネメリドに分類され、バトルニスアカも確立された。バトルニスと共に二族の鳥類が記載されている。クイナカと推定されたパラエオクレックスとコンドルカと推定されたパラエオギプスは、後にバトルニスカの骨格要素と判明し、特に後者はビーバージェスのシノニムとされた。バトルニスは原生のノガンモドキカと比較して巨大であり、 背の高い鳥を意味する俗名は、おそらくこれに由来する。タイプ種の種商名バージェスは説明されていないが、これは速度に関連する、ラテン語の単語である。バトルニスは、数多くの種が記録されており、全滅種と原生種を含めたすべての野ンもどき目の、大半を占める。少なくとも五種が一貫して、本属として確立されており、複数の人絵型の分類群がこの属に、 分類されているか、あるいは既存の種のジュニアシノニムとされていることが多い。同書的な別種の中には、実際には、性差や、形態の差を示すものがある可能性があることから、注意する必要があるとされている。ただしその場合でも、本属の生息期間が依然として長く、多様性も高かったことに変わりはない。タイプ種の発見と語源については上記を参照されたい。 アメリカ合衆国のコロラド州やネブラスカ州に分布するシャドロン類層の死神等と全神等の堆積物から知られている。骨格要素は複数の頸骨足根骨が発見されており、体サイズは原生のエミューほどとされ、最近追加された化石鳥類の中では最も目立つものであるとも記載された。本種は頭骨要素も知られている。 1933年にアレクサンダー・ウェットモアが記載した種。B バージェスと同じ体積層から算出して大きさも似ているものの、本種は機関の複数の特徴に基づいて別属と考えられている。ウェットモアは本種について同じ体積物から算出した B セレラピスの大型版であると言及したが、後の解析により、本種と B セレラピスには大きな差異があること、 体積年代も大きく違っていたことが示された。1942年にアレクサンダー・ウェットモアが記載した種。アメリカ合衆国サウスダコタ州やネブラスカ州及びワイオミング州から産出した上部前進党の種であり、B ー・バージェスの直系の子孫である可能性が極めて高い。B ー・バージェスや B ー・カーソルよりも大型でバトルニース属におけるおそらく最大の種であち、 ブルール類層で、ほぼ同体格のパラクラックスギガンテアと共存していた。本種と P ギガンテアは、ヒアイノドンのような哺乳類と大型捕食動物の地位を共有していた。もともと、クイナ科のパラエオクレックス属に分類された種で、B バージェスの記載論文でもそう扱われていた。さらなる調査で、バトルニス属に属することが示された。 ビーバージェスの幼鳥や他の種である可能性も指摘されており、ビーファックスが独立した種である場合には、原生ののがんもどき花長類ほどの大きさをしたバトルに所属で最小の種となる。1958年にウェットモアが記載した種で、サウスダコタ州の全身等体積物から産出した。研究は、肩体と主に後足の骨格要素である約16標本に基づいていて、 比較的発展している。ウェットモアは、B カーソルの小型版として記載したが、実際にはほぼ同じ大きさである。全、バトルにス属の種の中で最も新しい種で、ウィロー、クリークの下部中心島の堆積物から発見された。バトルにス属の中心よの種が、B フリッキーの他に発見されていないことは、注目に値するが、バトルにス属の化石資料がないのは、 本属が突然絶滅したのではなく単に発見されていないことによると考えられている。B セレラピストの類似性が高く、本種をその直接の子孫とする研究者もいる。B マイナーは本種と同種とされ、同時期の近縁種とは複数の観点で異なる類似したスネソコン骨コが発見されている。B グロレイターの化石はワイオミング州の上部市浸透。 ワシャキー類層で発見され、類似する化石がウィルウッド類層から記載されている。ただしこれらのガンごどきめバトルニス化としての位置づけは不明確なままである。当初陸生のコンドル化として解釈された後、1985年にストーズ・ウルソンがバトルニス属へ再分類した。それ以降、後続の研究者はバトルニスのジュニアシノニムとしてネオカタルテスを扱っているが、 2016年の最新の研究では一貫してこの属の中でネオカタルテスが参照されている。好奇心与から全身与にかけての複数のミキサイの化石は推定的にバトルニス属に分類されている。バトルニスは全体として大型で長く強力な足を持った陸生鳥類であった。すべての種ではないにせよ大半の種は飛べなかったと考えられている。 B グロレイターは飛翔できたと長らく考えられていたが、飛べなかったと判明している。翼や竜骨突起の体が体に対して小さいことや、右甲骨の肩法右甲突起が小さいことなどにおいては、パラクラックスよりも特殊化を遂げている。バトルニスは動物植生の鳥類であった。バトルニスグロレイターとバトルニスバージェスは、 フォルスラコスカのくちばしに似た強力なくちばしを持ち、頬骨には同一の強化機構まで見られ、噛む際に同様の負荷がかかっていたことが示唆されている。バトルニスの種は体が大きかったため、南アメリカのフォルスラコスカと同様に生息環境における頂点捕食者であった可能性が高い。 近縁なパラクラックスと共にバトルニスは哺乳類とうまく競合した捕食動物の鳥類の例に挙げられ、大型肉食哺乳類と1700万年以上共存した。種が長期にわたって数多く生息したため、バトルニスは様々なタイプの環境に分布していた。しかしその生息域は現在のグレートプレーンズの周囲にあり、明けた平原で失踪する生態だったとウェットモアは、 想像した。しかしながら、後の解析では、バトルニスはおそらく湿地のバイオームを好んだと結論された。いずれにせよ、バトルニスは哺乳類症に富む環境に生息していた。B カーソルはメガセロプスと B ジョバグラフカスはメリコイドドンと深い関係があり、これはこれらの哺乳類を捕食していたことを暗示する可能性がある。バトルニスの生息環境はヒアイノドン エンテロドンカおよびニムラブスカといった複数の肉食哺乳類や仲間のノガンもどきメのパラクラックスと共有されていた。これらの間では主観競争も起こっていたと推察されている。パラクラックスはより乾燥した環境に生息し、バトルニスとパラクラックスの間で日地分割が起きていた可能性の証拠もある。ありがとうございます。